思えばこれは敗北から始まった戦いだった。レイシフトプログラムスタート。敵は魔術王ソロモン。あれは門。熱源感知。神様から直接奇跡を授けられた人物、ソロモン王は本当にサーヴァントなんでしょうか。なぜ戦う。お前たちは一体何を見てきたというのだ。人類最悪のマスターよ。さあ顔を上げて。これはあなたと私たちによる未来を取り戻す物語だったでしょ。君は何を願う。みんなここまで全力だった。自分たちしかいなかったからやってきた。だから俺も自分にできることを精一杯頑張ります。この選択を君とマシュが僕に教えてくれた。先輩、もう一度手を握ってくださいますか。ああ、もちろん。皇太陽、玉座を照らせ。大偉業の始まりだ。私の命が瞬きの後に終わるとしても、1秒でも長く未来を見ていたいのです。俺は藤丸律香。多くの人たちに助けられ、多くの人たちの代わりにここにいる、カルデアのマスター。